片岡先生いかがですか。そうですね、今お話を伺ってて、私も愛媛に来て4年ですけど、確かに愛媛県内の、まあ、いわゆる農村部、まあ、松山市内も本当はそうなんですけど、公共交通機関の発達は非常に悪くて、悪いって言ったら失礼なんですけど、私も関西圏が長かったので、はい、電車に乗っていけないっていうのはとっても最初のうちストレスでした。ですから多分大人はいいんです。で、特に名古屋に住んでたとか東京で頑張ってた人が愛媛に憧れるのはいいんですけど、ずっと愛媛に育って、その農産漁村に育って、でここはすごくいいとこだよっていうのをやっぱり外部から誰かが何て言うんでしょう、啓蒙するって言うとちょっと変な言い方ですけど、情報を上げないとやっぱり不満が残る。行って出て都会生活にくたびれて帰ってくる、さっき言いましたけど M 字じゃないですけども、リターンしてくるところで受け止められるかどうかじゃないかなと思います。で、農業はいいよって、田舎はいいよ、だから君らここで頑張ってって、あんまりまあ決めつけなくてもいいかなと、反対意見になっちゃってコーディネートして失格なんですけども、いろんな選択肢を試してみて、いつでも直せるんじゃないのという気は、反論みたいで嫌ですけども思ってますが。